キャロル・モリス。高校在学中、ミス・アタムは優勝。ミス・コーンは、初挑戦で、初優勝である。1954年6月24日、大学在学中に、ミス・アヨは優勝。1954年9月11日、第28回ミス・アメリカ大会に出場。1956年7月18日、第5回ミス・ USA 大会優勝。 ミスユニバースの出場権を得る。1956年7月20日、ミスユニバース1956でドイツのマリーナ・オルシェルを抑え優勝。ミスとしての人気の終えた後、ユニバーサル・インターナショナル・ピクチャーズ6ヶ月の映画スタジオ契約を締結、演技のキャリアを開始する。1959年6月、テキサス州ヒューストン出身の裕福な石油業者 エドバズ・バークと結婚する。三人の子を設けた後夫は死去。その後再婚し、2010年現在夫と共に、テキサス在住。2012年、アイオアヒストリー・ジャーナルに記事が掲載される。ありがとうございます。